観光市は、朝鮮民主主義人民共和国環境南道の道と、理事朝鮮発祥の地である。平壌と共に、霊麺の本場として有名で、森岡霊麺の創始者である、在日一世の青着てる人も観光出身である。観光市に属する宴会部の校内区域は、科学工業を中心とする、工業都市、港湾都市である。人口は79,730人。 87万4000人。観光市の衛星写真日本海に面する、観光平野に位置する。白川豪が市内を貫通する。北の二馬高原への交通の用地であり、農産物の集産地となっている。観光湾に面した港南には巨大な港がある。1区域、99道、2労働者区、19里を管轄する。内来日労働者区は皆州軍。 英皇軍及び平安南道大公軍に囲まれる飛び地である。観光市外古代は高栗の領域であり、ついで木海国の領域となった。渤海の五系の一つ、南京南海府の否定地の一つである。渤海国滅亡後は長らく女神族の領域となり、高来、モンゴル帝国との争奪の場となった。最終的には高来の支配下に入り、 1356年に、みなしが置かれた。李氏朝鮮の建国者である、李成慶は、晩年にこの地に隠居したため、彼にまつわる遺跡も多い。李氏朝鮮時代、観光は、東北辺境部の中心地であった。観光の周囲はもともと農村だったが、日本統治時代の1920年代は、二馬高原で、電源開発が行われるとともに、観光中心部の 朝鮮戦争中、観光、江南は国連軍の艦砲射撃と空爆により破壊されたが、後にソ連東ドイツなどの東側諸国の援助もあり、復興し、発展した。観光市は1960年から1967年の間直轄市に昇格したこともある。この不死の出展白川港区域東高山、区域海上区域佐浦区域徳山区域、 徳山郡海業政区分として江南区域がある。かつては海業政区分として複数の区域が存在していた。2006年9月現在、大韓民国統一部は以下の区域がなくなったものと把握している。清津方面に通じる平良線や二馬高原の人造湖である長津湖や不線湖に通じる鉄道がある。 平壌・清津への定期便が発着する徳山飛行場がある。電力、港湾、工場などの基盤が植民地時代に形成された。合成繊維や化学繊維などの化学工業や、機械工業などの重工業が中心に行われている。火星相談や、肥料も多く生産している。観光大劇場大韓民国統一部、北韓で使われている道、市、軍、区域。 ありがとうございます。